核実験を受けアメリカのトランプ大統領は緊急会議を開きました核実験を受けアメリカのトランプ大統領は緊急会議を開きました会議に出席した国防長官は脅威には軍事的対応をすると述べて期待を申した 緊急会議を開きました会議に出席した北朝鮮に警告しましたワシントンから中継ですトランプ大統領はマティス国防長官ら安全保障の担当者とホワイトハウスで協議をした際軍事的な選択肢について ストップ